小本堂解体、この無残な姿、一人の僧侶の怨念によって引き起こされたこととはいえ、人間とはこれほど凄まじい破壊行為ができるものなのでしょうか。昭和47年10月、世界平和と人類の幸福を祈願する民衆立の会談小本堂が晴れやかに落慶しました。慶祝式典に参列する日本の世界の人々、平和の大殿堂の完成を祝う喜びが満面にあふれています。陽光さんさんと書店もことほぐ青空の下、本門会談の第五本尊を小本堂へお移し申し上げる御遷座式が厳かに執り行われました。満山の大衆の招待が満ちる中、お練りの行列が粛々と進みます。この小本堂は800万信徒の真心からのご供養による、当時の金額にして350億円の浄財をもって建立されました。日蓮召集信徒の誰もがこの世紀の大殿堂の建立のために進んでご供養に励んでいったのです。小本堂の意義について日達聖人芸家は、小本堂は寺の一年三千本門会談の第五本尊を安置し立て祀る人々の懺悔滅罪のところ、すなわちこれ本門寺の会談にして真の霊山寺の寂光堂なり。ところが平成10年4月5日、辺りに夕闇が迫る頃、薄暗い中を人々の目を避けるようにして小本堂から第五本尊がこっそりと運び出されて法安殿に移されるという出来事が起こりました。この遷座は州内には極秘で行われ、本山の塔頭坊の住職にすら知らされていませんでした。そして間もなく、なんと小本堂を破壊する解体工事が始まったのです。これは日賢が断を下して48億円もの費用をかけて解体を命じたものです。鶴が舞うごとき優雅な美しさを誇った妙壇大屋根も取り壊され、小本堂が無残にも崩れ果てていきます。ついには全くの廃墟と化した小本堂、後には山のような廃材が積み残されているばかりです。思えば世界の名材を集めて建設された比類なき宗教建築物小本堂は、また建築学上においてもいくつもの優れた特徴を持っていました。円遊閣大円柱の倒立円錐シェル、妙壇内部の大空間を生み出す半合成吊り屋根構造など、建築技術の粋を結集して建設されたのです。この建築文化の傑作とも言うべき小本堂を破壊の手から守ろうと、専門家や文化人による抗議集会、要望書の提出、市民や地域住民による署名運動なども起こりましたが、日賢は一切を無視して解体を強行したのです。
ではそこまでして小本堂を壊さなければならなかった理由とは一体何なのでしょうか。それは日顕の個人的感情から生まれた妄執以外にないというほかありません。宗門史上に確かな実績を残したホスとして名をとどめたいと考えた日顕は、そのためにあまりにも偉大な仕事を残した戦士日達上人に嫉妬し、その実績を否定してそれを破壊することから始めたのです。日達上人が植えられ前山に爛漫と咲き香った桜の木を無慈悲にも切り倒し、大慶城、僧坊、仏坊を次々と壊し、さらに大百殿をも日顕は破壊しました。そしてその上に新しい建物を建て、自分は歴代ホッスに超える事業をやったのだと誇れるようにしたのではないでしょうか。その思いが嫉妬心が一層高じて、ついに小本堂にまで手をつけることになったのです。日達上人はこの小本堂を永久に信徒皆様の大願成就と世界平和を祈願する大殿堂とすると言われました。それが建立よりわずか26年にしてついえてしまったのです。日顕のこの戦士位牌と800万信徒の真心を踏みにじる行為は、まさしく宗祖日蓮大聖人の教えに背くことになるのです。そして日顕の宗祖大聖人に反逆する仏法破壊の行為は、これだけにとどまることはなかったのです。ここに一枚のメモがあります。このメモには驚くなかれ、日顕が宗旨の根幹である本門会談の第五本尊を偽物と断言していたという衝撃の事実が記されています。まさか芸家がそんなことと思われるかもしれません。しかし宗内切手の情報通と言われる川辺智徳の直筆の面談メモには明確にそう書かれているのです。このメモによると、日顕は当座する前年の昭和53年2月7日、川辺と東京有楽町の帝国ホテルで面談し、その際、会談のご本尊のは偽物である。主従方法の筆跡鑑定の結果分かった。自覚判定。多分は報道院から奉納した日前授与の本尊の題目と顔を模写し、その他は自死か右死の頃の筆だ。日前授与の本尊に模写の形跡が残っていると発言したのです。日顕は当時宗門の教学部長という要職にありながら、あろうことか宗旨の根幹である会談の第五本尊を筆跡鑑定し、その結果第五本尊に対する信心のかけらもなく偽物であるとの結論に達していたのです。この日帝国ホテルで第五本尊について語り合ったことは、当の日顕川辺の両方がこれまでの宗内通達の中ではっきりと認めています。そればかりか、この川辺メモの後の部分には次のような驚くべき発言も記されています。 G は話にならない、すべて今後の宗門のことでは G では不可能だと。この G とは日達芸家のことです。当時のご発出日達上人芸家のことを日顕は強い調子で誹謗しているのです。宗門ではこれまでケチ脈不法の発出と階段の第五本尊の2つが根本であると何度も強調してきました。ところが日顕はホッスである日達上人を否定し、さらに第五本尊まで偽物と否定していたのです。宗門では今血眼になって法安堂の供養を信徒の皆さんに呼びかけています。しかし当の日顕その人が法安堂に安置されるべき第五本尊を否定しているとあっては、一体
何のための供養なのでしょうか。今一度とくと考え直してみる必要があるのではないでしょうか。平成11年8月にこの問題を契機に宗門から離脱した僧侶が語ります。今回の一連の宗務院からの通知、また川辺さんの釈明、詫び状にしてもそのことが捏造されたものだというようなことはないわけです。メモは自分のものだということははっきりと明言しておりますし、そのことで川辺氏が何ら処罰されずにまして新宿の大願寺へ栄転ということは、これは本当に納得のできない異常な宗門の処置の仕方であると私は思います。私たちの信仰というのは恵方不恵人とも言われますように、法によって人によらないということ、これはご承認芸家という方であっても人でありますから、決してその人によって私たちは信心しているわけではない。大聖人様が師であり、また主であり親であるわけですから、ご承認芸家という人に心腹随従して信心があるわけではないということなんですね。このようなホッスについていって果たして成仏が叶うのでしょうか。どんなに熱い信仰心を持ってしても日賢に従っていく限り成仏は思いもよらないと言わざるを得ません。宗祖日蓮大聖人は弟子旦那に究極の信心の在り方についてこのように仰せになっています。法華経の仇を見ながら置いて攻めずんば、師団ともに無限地獄は疑いなかるべし。また第二祖五戒山日光聖人は、時の観図たりといえども仏法に相違して小儀を構えばこれを持ちうべからざることと戒められています。この周回領祖の御金言のごとくに日賢の方法を責めて宗門改革に立ち上がったのが、私たち日蓮聖宗改革同盟の僧侶です。もはやこれ以上大聖人のご精神を踏みにじる芸家並びに宗門執行部に随順することはできないとの思いから、宗門改革に立ち上がる決意を固めたわけであります。改革同盟の青年僧侶が語ります。日賢宗の坊さんたちというのは、特にこう自分たちのことはなんか武士みたいな感じですね。で、信徒は農民ぐらいのこの差別を持ってやっぱ見ております。で、そういう中で信徒はもう農民と同じだから年貢を持ってくれるのが当然なんだと、いわゆるご供養してくれるのが当然なんだというようなやっぱ意識になってるわけですね。とやっぱ我々が望むのは自分たちが上であるとか、本当にこの信徒が下であるとか、そういったことを全然関係なく、信徒の方の苦しみを我が苦しみとしながら、またそれを共々にまた乗り越えて甲府の城を共々にまた築きながら、本当に一緒になってですね、やっていきたいと思っております。僧侶も信徒も日蓮大聖人と大御本尊のもとに互いに信心に励む同志として平等に接し、共に手を携えて高専ルフに邁進していくのです。一日も早く大御本尊を否定し、また選手を批判した日賢を宗内から退座をさせるべきである、追放すべきであるということを申し上げたいと思います。私と子供といたしましては、本当に皆様方が一日も早くこの日蓮大聖人のその真実の心のもとに相続和合のやはり、信仰していける、その日を心から祈っておるわけであります。一日も早く本当にお目覚めいただきたいと、そういう気持ちでいっぱいでございます。今こそ勇気を持って成仏が叶う誠の信心に立ち上がることを心から願ってやみません。